はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もビヨンドをやってまいりましょう。夜のセッションというパートで、また幼少期じゃないの、ちょっと成長しているのかな？中学生くらいですかね？違うな、小学校、中学年くらいかのパートだね。後ろにカールがいますね。あ、違う、カールじゃない、コールだね。ああ、博士もいる。で、ああ、なんかやることで。テレビも退屈になってきたのかな？あ、バスケの服じゃない？これ。ね、さて早速だけど憑依をしたいけど憑依できられてもないのか。いきなりまさかだけどテレビ壊せるとか。あ、違うか。おお、ああ、そういうことか。私はいるよって。エイデンって男なのかな、女なのかな。でも前回パートでね、ノーマンじゃなくて誰だったっけ忘れちゃった。ボーイフレンドにしたいって男の子、ライアンをね、のけもんにしようとしてるっていう感じがなんかちょっと男っぽい気はするけどね。なんだ、ああ、何が書いてあるのかさっぱりわからないわーってなってるね。疲れた、ああ、疲れたを訴えるんだね。ああ、じゃあこっちには行っちゃダメ、疲れたっていうのを訴えるっていうことね。ところでさ、一番気になってんのが、これ次元転移装置だよね。裸になって出ていくねえ。1984年のロサンゼルスにぜひ行きたいね。グリフィス天文台行った時は感動したね。さて、姉さん疲れた、もうやめていい？まだもうそんな時間か。そうだよね、研究者って時間を忘れて没頭するよね。だよね。うんうん。ずっとだったから疲れたろ。疲れた。ピザ取ってもいい？本を買ったんだ。眠るまで読んで聞かせてあげよう。あれ、そんな小さい年？うん、読んで。え、これ今いくつなんだ？じゃあ小学生？隣の部屋にあるはずだ。くらいか。取ってきてくれるかな？幼稚園は行き過ぎだな。片付けたら一緒に行こう。いいね。うん、取ってくる。DPA って書いてある。じゃあ A じゃないのか、DP か。まったく可愛い子だ。俺のパシリになってやがる。暗、怖っ。電気。ポーチ？本はどこかな？なんかショットガンの弾みたいなやつがあるぞ。バイオハザードにやりすぎ？だからなんかすごい急にゆっくり歩くな。これもしかしてあれかな？エイデン。やめて、エイデン。おいエイデン。笑えないよ。笑えない笑えない、本当に。もうホラーはやめて。もうホラーなるとね、もう心がホラーになるからね。寒いよね、ほんとめっきり冷えてきたよね。もう12月だもんね。他なんかあるのか？ちょっと怖がらせるとかできたりする？すー、無理か。ああ、ちょっと待って、話が気も進みました。おう、ああ、特別な子だでしょ。まるで何人分もの人生を経験したかのようだ。おお、そうな。へえ。でもほどほどにしないと。まだ子供です。ですよね。エイデンとのセッションは消耗する。だよな。心電図普通かな。なんて書いてある。しばらく専念できるだけのデータは取れた。おお、マジで。じゃあ解放してあげよう。だよね、だよね。はい、これで会話終了かな。ご両親には連絡しました。ちょっと待って、なんか、いや、でもクリックできるっぽいのがあるけど、あ、無理か。真実を伝えるんですか。さあな、どうしても。お前は捨てられた子だよっていう。あの子を傷つけた子はない。そりゃそうだよな、両親はもう会いに来てくれないっていうのは分かってるもんね。わあ、何も言えなくなった。ということで、じゃあ戻ろうか。本があったね。ピンク色の、これかな。おお、ちょ、待って、出て、出て、びっくりした。あなたなの、エイデン。いや、もしかしてまた違うお化けがおるか？見た目はクマのプーさんっぽかったけど違うな。あ、白馬の王子様が連れてきてくれるってやつか。なるほどね。素敵な物語だよね。え、まさかここ閉められるんちゃう？エイデン、助けて、エイデン。ちょっと、ああ、びっくりした、マジで。
何急にホラー、ちょっとやめてよ、今夜中の12時に一人でやってんだからさ、怖っ。見つけたか。見つけました。それじゃあお楽しみのおとぎ話の時間を始めようね。すげえ笑顔がぎこちね。はあ、びっくりしたよ。ジョディどうした？え、まあそうだ、実験で疲れてヘトヘトなんですよ。あ、そうだね、実験で疲れたから、なんかあのあらぬ幻覚を見るようなことをこう起こしてるんですよ。はい、います教授、あなたに。ポール、代わりに君が読んでくれないか。ネイサン・ドーキンスだ。どうした？何？事故にあったとか？やっぱそういうオチ？あれでも両方とも女の人だったよね、今ね。教授。あれ？あれ、あれまさかママ？どうしました？あ、ちょっと待って待って。あれ、これのタイトル何だったっけ？妻と。あ、違うわ。娘が実家から帰る途中。そういうことか。バレーのトラックが。そういうことか。うわ、最悪。それを知らせてくれたのか。魂がこっちに来て。死者が見えるってことか。死んだと。それじゃあ、ごめんなさい、ホラーなんて言って。さあジョディ、ベッドに行こうか。ここにいてください、すぐ戻ります。さあ行こう。何も言えねえ。そうなんだよな、別れって突然来るんだよな。奥さんと娘さんまだ生きてたんだね。てっきりあの写真を見るからにすでに亡くなったもんだと思ってたけど、実は生きてたんだね。おー、終わっちゃった。あれ、任務。あれ、なんかいつもの選択肢云々のがないまま進んじゃってるけど、まあまだちょっと時間が短いので、そのまま次に進んでいこうと思います。はい、重武装市民軍を率い、町の重要エリアのいくつかを統制している。つまり人道援助が行えない。誰？ジャマールを見つけ。ジャマールね、殺すべき。え、 CIA ってそんな殺していいの？奴を最後に確認したのはこのゼナーキホテルだ。ゼナーキホテルね。そこにまだいる確率は低いが、探し始めるにはいいだろう。集中してる。単独任務だ。あ、わかった。交戦は絶対に避ける。了解。援護はない。目標を確認し、抹殺したらお前を回収できるよう GPS ビーコンを起動しろ。ビーコンサガダー。ちょっと待って、あのね、前回パートというか、前に捕まったアメリカ兵は、前回チャプターがもうちょっと重すぎて、そんな急に任務やる気分になれない。片足が船で見つかった。重。そうはならないでくれ。別の意味で重。え、あれ？これって、あれ、抱いた後、ちょっと気づかれる前に戻る。時系列全然把握できないまま終わったけど、あれ、これ抱いた後、ちょっともうこれから抱く、あれどっちだったっけ。あ、キス。あ、じゃあもうあれだ、もうチューしよう、チューしよう。金魚みたい。なんか鉢でパクパクしてる。出発までまだ時間あるんでしょ。おっと、一発やっていかない？パキュンパキュンしない？いやー、エロいね。もうギャップが激すぎて。あ、え、何？こっからどうか。泳いでいくの？どういう任務？全然展開が読めないけど。さあ行こうか。これで泳いでたら、ああ、操作勝手にやってくれるんだね。なんかアクションなのかホラーなのかっていうのがなかなかちょっと切り分けるのが難しいね。こんなさ、水バシャバシャ派手な登場した方ね。本音。光線は絶対に避ける。援護はない。そうだよね。敵がいないか見てきて、エイデン。体中にワカメつけてるけど大丈夫？
了解でございます。敵敵敵めっちゃいる。あれちょっと待って。コンゼハーベナエンデバーレラ。ちょっと待って、赤色はなんだっけ。なんかついてるのか。他に敵はいなさげだね。じゃあ、OK。あ、これがあの時の訓練で役に立ったやつか。ほい。いや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 、バレる。え？あー、いるね。いや、今はあかん。今はダメだ。光線は避けろだから、殺さなきゃいけない。よし、こっちから。よし、そんなパンチ一発でいけるのかわかんないけど。え、もう一人はどこや。あれ、もう一人どこや。エイデン。あ、こっちでおびき寄せるわけじゃないのか。あ、オッケー、これで来るかな。敵は生きてるけど来ない。もう一つ来ないかな。光線を避けろ。でもこれ光線をやってしまうとやられちゃうから、あれだよね。あれ、もう一人はどこ行った。エイデン来ないね。エイデンは来てんのか。どうしようか。じゃあ、続いて、どこに向かっていったらいいんだ。この暗い中か。あ、こっちだね。これ、敵もう一人いたのがすごい気になるけど、大丈夫か。暗すぎて見えないね。ちょっと、エイデンに行ってもらおう。またお化け出てくるとかないよね。あ、なるほどね。了解了解。あ、違うわ。これエイデンが殺す？もしかして。エイデンが殺した。え、他に敵は今のところはいなさげだね。すごいなんか人立ってそうな気はするけど、ここまではなんか無事に行ける感じか。しちゃいこう。赤色ってそういうことだったのか。なるほどね。光線は避けろだもんね。すごいなんか可愛いんだけど、ひょこ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 してるのが。一応こっち進んでいくときにいる。うわー、吊るし上げられてる。見えました、ほらね、プランプランしてる。え、誰かいるかな。なんか、青色っぽいオーラがなんか見えるんだけど。あ、ちょっと待って。ジョディ?あ、いた。こっちは特に関係ないから、こっちに行きましょう。固まった。おぉ、ちょ。マジか。とっさすぎる。こういう QT はマジで不意打ちだな。これ大丈夫か？これまさか閉じ込められた系？なるほど、閉じ込められたね。見てきて。じゃあ、了解。周りに誰かいないかっていうのをチェックして、誰もいないのが確認が取れたら、あそこをボンと破壊するというそういうオチだね。特に誰もいないかな。見てきてっていう前に今流体列してたけどな。あれ、ちょっと待って、今どこだ。こっち行って。なんか誰かいそう。あの青いオーラは何なんだろうな。とりあえず死体しかないから、ちょ。もう一回。OK。違う。ボタンがね、1とか2とかの。やつを最後に確認したのはこのゼナーキホテルだ。ゼナーキホテル。何があるか見てきて。ゼナーキホテル。
これがそのゼナーキホテルってやつはいる。あれか、あ、あった、ゼナーキ。さあ行こう。さあ行こう。なんだけど、めっちゃタバコ吸ってるわ。ところでこいつ何？新しいボーナスをアンロック。あ、なんかボーナスアンロックした。てかめっちゃおるわ、機関銃おるわ、危な。どうしてったらいいんだろうな。よし、行こうって言ってるけど、他周りいない？こっちとかに敵はいなさげだね。おー、やばい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 。ようバレへんかったな今の。違う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 。し。し。で、じゃあ次し。ちょっと待って。あそこにおるの。こいつらをどうしたらやろう。こう行くってこと。いや、音でバレへんかな、大丈夫。おお、こえ、あぶね。このまま行く、行ける。ヘルピン言うてる。ああ、なるほどね、そういうことか。よいしょ。まだ頭が見えてると思うよ。オッケー。おお、かっこいい、かっこいいけど大丈夫かな。よし、いけ。で続いてこっち。これが見えてるってことはもう大丈夫なんだな、言っていいんだよな。あー、なんかやられてる奴らがいる。やばい、捕まってる奴らがいる。今、ちょっと待って、これで行って、あ、いけるね。よし。これでなんとかならない。お、あれ、これなんか表現できないのか。おー、なんかこの操作がうまくいかないんだよな、いまいちね。ナカロス面倒を言うてるけど。ああ、なんかいた。おし、オッケー、脅威完了。始末して。ああ、そういうこと。わお。今の音に全然気づかない、こいつら何なんだっていう話なんだけどね。始末してっていうもうあれだよね、ジョディ怖すぎるよね。え、そのまま進んでいって、見て、大丈夫、オッケー。スニーキング、うま。あれ？続いては、これがゼナーキホテルだよね。ちょっと待って。めっちゃ燃えてんだけど。こんなところにその、なんだっけ、なんちゃらかんちゃらがいるって言ってたけど。まあ、別にいてもいいんだけど、こんなん燃え盛ってるけど大丈夫なのかな。お、これ C で隠れるあれとかはあったね。よいしょ、慎重。あ、やっぱ出てきた。あいつらが行ったらゼナーキホテル、そうだね、ここに滞在してるかもだよね。じゃあ続いてあそこに C で行くと。よう、こんなとこ単独で行かせんな。フォロワーはいないのか。こっちに行ってで合ってるのかな。あれ、ゼナーキホテルって言ってたよね。ゼナーキホテル行かなくていいの。この中だよね。あぶね。気づいてなかった、今。いるね。いるんだけど、ちょっと待って。これで、エイデンで、あ、いけるね。エイデンパーンチ。さあ、おねんねの時間よ。気持ちいい。
行っちゃった果てた、まあ、実質的果てただよね。あ、なんかある。あ、これはこれはなんかのろしが上がってるけど、あ、ただの火ってことか。これいるのかな、もしかして今殺したのがそのなんか犯人とかだったとか、そういうオチ。あれ、いない、いないね。単なる火か。あ、でもなんかヒントみたいなのがある。違うな、血塗られた服か。誰のや。あ、そういうことね。オッケー。これほんとすごい能力だよね。かっこここで何があったのかっていうのをさ見るわけでしょ。誰、空爆。違うね。廃墟の教会。教会の方にいるのか。廃墟の教会の近く。ここから相当遠くない。あ、そっちまで行くのか。了解です。じゃあ行こうか。ほい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 。で、ここにもなんかあるから。あ、違う。これで、行った。憑依します。なんか喋ってる。てか、こいつらが一体何をやったかっていうのが、すげえ、あ、そういうことか。大使館で手に入れた資料をもとに、ここにいたの。を割り出して今そのミッションを行っているっていう、そういう時系列になるのかな。ごめんなさいね、本当にあの時系列のあのなんかいつもの表っていうか、あれ一覧をちょっと見るの逃しちゃったんで、あのね、ネイさんの家族が亡くなったっていうことにショック受けすぎて、それを見てる余裕がなくてだったから、じゃあこのまま降りていって、